はい、こんばんは、フェマールでございます。今日は前回の未成橋の近くの熊谷トンネルっていうところの近くの弓道を探索です。よろしくお願いします。こちらの道はこの上にですけど、西武林道、南郷線かなにつながる道となっております。連絡路とにもなっております。で、その熊谷トンネルの弓道でもあると思います。そしてですけども、これ連絡路とか言ってもそれほど必要性がないのか、道はめちゃくちゃ荒れておりますね。相変わらず。そしてここ、これガードレールないと危ないね。ガードレールないから何ともないかなと思っても、相当な急峻な崖です。ここなんかも路肩が夜中やと危ないかもしれないですね。そして今現在の時刻はお昼前です。残念ながら天候がよろしくなくて、どんよりさ、全くもって暗い天候です。そしてガス出てきたねわー、ジャングルじゃんこれ。ガス出てきたよ。あの国道感が増す演出を自然界から与えられました。まあ草木がひどいですね。必ず持って車は傷つくと思います。まあ、めっちゃガス出てきた。でもまあまだまだまだ全然通れます。まあ普通じゃないか。荒れてんな。あー、荒れてる荒れてる。落石あり。これノームで走ったら路肩から外れちゃったら落ちますね。お、鹿がびっくりじゃんあの鹿がいきなり飛び出してきました。びっくりじゃん。だいたい撮影来ると鹿が1匹2匹出てくるんです。またガスが、あーひどいガス。ここからはゆっくり行きます。これ絵的にどうなんだ。この辺りはまだ開けてるというか、なんか整備されてるのか、なんだろう、なんかな。まあガスが出るぐらい結構高い場所にあるということですよ。まあこれなんか倒木になりかけてますね。これも倒木じゃねえか。トラックは通れませんな。まあ通らんか通るわけねえか、こんなとこ通らない。はい、ガス出て見にくいけど、ここが今ですけれども、もうここから降りるかな。はい、じゃあこちらから登ってまいりました。弓道というか連絡道かな。そしてこちらの道がですね、西武林道2号線でなかったかなのはずでございます。そしてこの交差点、こちらから入ってきました。で、ここの先行くとその熊谷トンネル弓道となりますね。弓道だと思うんですけどね。ここから先は過去は通れたんですけども、でバリケード置いてるけど、多分これはあんま通っちゃいけないと思うんで歩いていきますけども、いや早速行きましょう。ここはもともと車通れたは通れたんですよ。だけど路面崩落かなで通れなくなっちゃったんですね。でその後僕はどうなったのか知らないんですよ。それをどうなってるかの探索です。
バリケードを取ってあったけどさ、あれって結局誰か通ったわけだよね。これでもまあパジェロミニなら通れるけど、でもね途中で道がなくなる風になっております。あ、まあ今航空写真今画面出しますけども、なんか直してあるような感じで人は通れるような感じには見えたんです。車はまあ通れないとは思いますし、そもそも論ですけどもあの車はもう通る必要ないかな。あ、これか、あれ直って、あ、ようなってんね。ここだ、ここ、ここですね。ここガードレール、そこで切れてるじゃないですか。ここが結構まともになってんな。あのね、まあ要はここは崩落したんでしょうね。ここがね、残念ながらガスが強いんでこの下にトンネルが見えたかな、見えないかな。真下にあるんですね。あ、なんだ、普通にあの車でも通れんじゃん。通っちゃダメだから通りませんけどね。あ、あー、そうなんだ。まあまあ確かにね、ちょっと急ではありますけど。あ、なんだ、あの実際は確かにこれ道幅もっと広いんですよ、うん、でこの路肩が崩れちゃったんでしょうね。あ、でも、うん、あー、そっか、あそこガードレールありますね。だからこのガードレールのぶっつんって切れちゃってるけど、ここのラインのこのぶっつん切れてるこのガードレールのこの延長線上に道があったんですよ。綺麗に直したんだね、これ。車を通すためと、まあジムニーとか通れるとかですけど、通っちゃダメです。こうやって廃道としようとしてるわけではなさそうですね。徒歩道としてはまあ行けるようにはしてあるんですよね。あ、そうなんだ。なんかちょっともったいないよね。どうせならもうちょっと広げて通れるようにしてきゃいいのに。あー、でもまあこうやって歯周病のガードレールがでありますな。お前やっぱ脆いんだね、やっぱ。まあまあまあ廃道ですわ。旧道廃道ですね。まあザ廃道ですな、これ。本当に熊谷トンネルってのは昭和多分53年か2年ぐらいに開通したのかな。だからそれまでの期間というのがこの宮崎村と越前町を結ぶこの区間はこちらが旧道として成り立ってたんだと思います。路面が滑りやすい。こうやって歩いてる分には何ともないですし、そして今これここからつづら折れが始まりますね。ヘアピンカーブ、このヘアピンを何個か通った後に先ほどの原道へ続くわけです。でまたここもヘアピンカーブですよね。だからあの車であの走っていくときには、あのね、さっきの崖崩れんとこがダメなぐらいかなたださっきバリケードが取っちゃったじゃないですか。あれって下手すると車入ってっちゃうね、あれ。あとヘアピンカーブ、雨が降ってきたけど、あー、ここ倒木だね。うん、これはまあ車で通れませんな。はい、なんだ。いや、本当あのバリケードがなかったから、
本当あまり事情知らないで来た人が、あそこのバリケード空いてるから入ってきゃいいやと思って、もう意外と大丈夫じゃんとか言って走ってって、あの崖崩れ区間か、あれほとんど徒歩用のスペースしかないと思っていいと思うんですけど、あれ夜中行ったら危ないよね、あれ落ちちゃうよ、あれ結構距離長いな。はい、またヘアピンカーブ、鈴は俺の鈴は俺だな。まだあんの？長えな。何個つづらあんだこれ。まあでも廃道としては香ばしい道ですな。車で上がりたいわ本当。ここなんかだんだんこのつづらが間隔が狭くなってきたな。あ、ねえ、そろそろ出口が見えてまいりましたね。結構で、ね、急なんですよね。急に下ってつづら折れのヘアピンカーブがあるんですね。お、なんか上がってきたぞ。そして原動との接続点にやってまいりました。あ、やっと着いたよ。はい、じゃあ今でやっとこさ原動へ着きました。疲れた。そしてこれが入り口ですけども、この先、もうちょっと先行くと、この先に熊谷トンネルがあるんですね。この先全面通行止めとなっておりますね。こういう道が延々とつづらでできております。じゃあ戻っていきます。はい、帰りの補修箇所ですね。今霧晴れだからよう見えるわ。雨がひどい、相当崖崩れしたいなこれ。それでこの幅しかないから、まあ下手なパジェロミニとかやったら本当これちゃいますからね、これ無理すれば。だからあのバリケードは開けたるのはとても危ないと思いますね。うわー、結構な奈落やん。はい、ってことやね。はい、帰ってこれました。じゃあこれちょっとこのバリケード、これ開いてるのまずいよこれマジで。ちょっと独断かもしれないけど閉めさせてもらいます。なんか糸あって開けてあったんなら申し訳ないですけど、これはこの道でね、この状態の4サロかで、あそこ開いてたら行きたくなる人もいるじゃないですか。これ入ってったらまずいですよこれ。今みたいなこれ悪天候やったら落ちていきますからね。ちょっと勝手ながら締めさせていただきました。はい、それじゃあスタート地点に戻ってまいりました。それでは今からはその原動ですね、原動の熊谷トンネルを通って帰ります。そしてあの熊谷トンネル、また鹿いるんじゃないかな。なんかコメントで聞くと鹿住んでるみたいなこと言ってたんですよね。その辺も含めて見てみましょう。あの木の白鷺橋を走って見に来た人がまた来たら鹿いたって言ってました。あ、いた鹿、おい、じゃあな、鹿、バイバイ。はい、ちょっと鹿と遊んでたらガスが出てきちゃった。バイバイ、じゃあな。なんかすげえガスで来てた。前が見えません。で、出てまいりました。あ、475m ですね。で、トンネルを抜けて、ここ、これ、ここね、が、弓道の入り口となっております。無理して入れば入れます。うん、でも入っちゃダメですよ、これね。車では入っちゃダメですからね。とても危険ですから、車で進入はやめてください。そういうことで今日はこれまででございます。おやすみなさいませ。FMでした。ありがとうございました。バイバイ。